はい、おはようございます。見てください、娘のみーちゃんがね、パパ野良犬がいるってね、叫んでいました。まあね、ワンちゃんね一匹でいたんですが、数分後、飼い主さんね、見つかりました。よかったです。ということでね、今日はね、そんなね、まあ迷い犬からのララちゃん、ララちゃんの目線よララちゃんの目線がね、なんか目つきがね、すごくね、憎たらしいですよね。かわいいです。ララちゃん動画、そしてね、ボスコンクイーンちゃん、途中グッちゃんも出てきます。みんなのアイドルグッちゃん、ぜひね、楽しみにしていてください。それ以外にもね、チャタロウくん、またね、畑でうんちしているのを撮影しました。もうね、見たくない方、ご飯中の方、やめてください。もうね、チャタロウくん悪いです。もうね、畑大好きです。マーキングするのもうんちするのもね、畑大好き。チャタロウくんと日本ザルのね、もっちも出てきます。よかったら最後までどうぞ。はい、ということでね、早速ね、クイーンちゃん動画、行きたいなと思うんですが、クイーンちゃんね、週1でボールを潰し続けて、もうね、空気パンパンに入れました。空気パンパンなボールはね、掴むことができません。なのでクイーンちゃん引きずってきます。もうね、面白いです。噛めないんですよね、空気パンパンだと。なので、引きずりながらね、追いかけてくるんですが、やっぱりね、空気パンパンなボールよく転がります。転がるということはね、クイーンちゃんね、大喜びです。もうあっちこっち走りまくっています。でボス君はね、何をしてるかというとね、玄関で寝ています。しかもね、玄関で寝ているプラスね、玄関ボロボロです。見てください、これ。まあね、ボス君がやったわけじゃないです。全部ね、クイーンちゃんです。ボス君はね、僕じゃないよ、僕じゃないよと、僕はそんなことしないよパパってね、ちょっとね無実を訴えていますが、クイーンちゃんはね、相変わらずね、悪いことしてもね、ボール遊びしようよと、もうすごい力です。何がね、こうなったかと言いますと、まずね、玄関、以前ね、作ったんですが、またよかったらそちらの動画もチェックよろしくお願いします。なんていうかな、このね、網目になっているところがね、クイーンちゃんに剥がされてね、バキバキに噛まれています。そしてね、玄関自体もね、ボロボロにされています。ここですよね、ここがちょうどなくなって、クイーンちゃんね、粉々に噛んでいます。そしてボス君はね、僕じゃないよ、僕じゃないよと、僕は無実だよと。まあね、分かっています。ボス君ね、こんなことしません。もうね、 100% ボス君ではありません。まあね、クイーンちゃんいつもね、ガリ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 、何でもガリガリね、元気いっぱいクイーンちゃんです。まあね、ただね、もうね、取れてしまうので、もう仕方ないです。もうね、別にね、もうダメだよと、それだけです。そんなクイーンちゃんはね、またね、ボールを引きずってね、遊んでいます。もうね、ほんとクイーンちゃんね、パワフルな子供です。もうね、元気ありすぎの、パワーありすぎの、子供なクイーンちゃん。もうね、例えがね、難しいです。もうね、子供、子供、子犬と言ってもね、誰が見てもクイーンちゃんは子犬じゃないです。こんな大きな子犬いるかとね、思う方、いるかと思い、もうグダグダです。もうね、噛みかけてね、パパグダグダなんですが、こんな子犬いるかと、まあね、実はね、1歳です。まあね、初めて見る方のために言いますと、1歳です。見てください。もうね、1歳の子犬に見えません。ということでね、今日もね、こんな感じでグダグダね、パパトーク、まだまだね、トークしていきたいなと思います。それにしてもね、今日はね、出だしね、パパもワンちゃんびっくりしました。まあね、野良犬もよく通ります。迷い犬もね、通ります。まあ、野良犬もね、年にね、1、2回出たりはするんですが、迷い犬もね、結構多いです。なんでかね、みんなね、我が家にやってきます。多分ね、ワンちゃんとかね、猫ちゃん引きつけるのかな。昔からね、動物にはすごく愛されるパパです。まあね、そんな感じでね、また何かね、野良犬だったり迷い犬があったら、またね、助けてあげたいなと思います。それにしてもね、クイーンちゃんも最近はね、暑くて、ボス君クイーンちゃんね、ずっとお庭で遊んでいます。まあね、暑い日はね、あんまり出かけられないんですが、曇っていたりね、するとね、ちょっとお出かけしたり、
川遊びに行ったりとかね、できるんですが、なかなかねやっぱりね、川遊び行こうと思っても時間がねなかなか取れません。以前ね川遊び行った動画アップしてるかと思うんですが、やっぱりね帰ってからのシャンプーもね、本当に大変です。なので、まあねそんなしょっちゅうは無理なんですが、時間あるときねまた川遊び動画撮影できたらなと思っています。それにしてもね今日もね、暑いんですが、もう何よりねパパ投稿がねグダグダすぎてね頭に入ってこないんじゃないかなと思います。なぜねこんなにパパが疲れているかと言いますと、もうねボスコンクインちゃんとねいっぱい遊んでね、お散歩に行ってね、もうパパヘトヘトの状態でね、今頑張って動画編集しています。なのでもうね息切れがすごいです。それにしてもねパパの息切れ、もう最近ねまたね太ってきました。ブク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 太ってきて、ボス君もねなんかねちょっと太ってきたような気がします。クインちゃんもね、相変わらずねスリムでマッチョです。もうねやっぱりねこんだけ動いていたらねクインちゃん太るわけがない。そしてね見てください、いつもね一緒に遊んでいるぐっちゃんです。もうねもうだんだん定番になってきました。ぐっちゃんね魚を釣って喜んでいます。もうねこの笑顔にねいいねよろしくお願いしますということでね、もうぐっちゃん一瞬だったんですが、このね日本猿のもっちです。もうねいろんな動画をくっつけたんで、もうねいろんな動画撮影してね、もうねどれがどれかだんだんパパ自身もねわからなくなってきています。なので、もうちょっとね、いろんな動画くっつけてね、編集しているんですが、日本猿のもっちは女の子です。パパがね小学校2年生ぐらいの時かな、我が家にやってきました。そしてね、茶太郎くんもいるんですが、茶太郎くんまたね悪いことしますよ、ほんまにもう。いろんなとこにねマーキング、これはねもう仕方ないかと思います。男の子なんで、やっぱりね縄張り守ったりしないと、いけないので仕方ないかと思うんですが、畑にねまたねしている動画があるので、そちらもねよかったらね楽しみにしていてください。まあね以前もね畑にねマーキング、しかもねナスビにマーキング、している茶太郎くんだったんですが、今日なんかね、カメラ目線でね笑顔でね、うんちしています。もうね信じられません。ちなみに茶太郎くん、今映っているのはね僕の兄貴です。いつもね遊んでいるツーリング仲間のぐっちゃんと、そしてね兄貴は幼馴染です。まあね2人とも独身です。誰かいい人いたら、よろしくお願いしますということでね、まあねそんなね冗談は置いといて、茶太郎くんなんですが、見てください茶太郎くん、いつもねパッとねお家に、お家からねお外に出るんですが、この日はね待てをさせられています。待てとね待てと言われています。もうね待つまで出られません。そんな茶太郎くん我慢できるでしょうか、どうなんでしょう。さあ茶太郎くん今頑張ってねお座りをねしようとしているんですが、もうねお座りどころではありません。もう出たくて出たくて尻尾フリフリ、我慢ができません。もうねよしと言ってねお座りしないで走っていきました。走った先はねもちろんねマーキングです。マーキングしまくるためにね走っています。もうね出ているところが映っています。もうね、そんな茶太郎くんなんですが、まあね、北海道犬です。柴犬ではなくてね北海道犬です。パッと見はね柴犬に見えるかもしれませんが、やっぱりね、並ぶと大きいです。ただねボスコンくんちゃんに比べるとねやっぱり小さいです。ちょっとねお庭が散らかっていますが、これはねちょっとね、お庭の木を切っていました。まだね片付けていないのであんまりね見ないでくださいって言いながらもね、撮影しているパパです。さあ畑にやってきました。おナスビはいい感じやな、もうちょっと水をあげよう。ナスビねもうちょっと、水をあげよう。そしてね茶太郎くんねホリホリしています。もうこの辺もねこの辺もちょっと水あげようってね。そして見てください茶太郎くん、カメラ目線でうんちしています。もうね、食事中の方見ないでください。茶太郎くんこっちを見て笑って、おっと出ました。1個2個。もうね、すみません。こんなね、動画ね、撮影していてね、パパもね、ちょっとどうかしているかと思いますが、ありのままです。これがね、茶太郎くんです。こんなね、茶太郎くん、愛してあげてください。かわいいかわいい茶太郎くんです。ということでね、もうね、今日はね、ほんとね、いろんな動画くっつけて、もうね、ぎゅっとまとめたんでね、ちょっとね、いろんなね、動画見ながらパパトークしていたんですが、
どうでしたでしょうか。ちなみに今ね、何だったかなこれ、もうね商品名すぐ忘れました。ファーミナイト、ファーミナイトじゃない、フォーミナイト、ファーミネーターや、そうです、ファーミネーターです。もうねパパね編集しながら一人でねテンション上がっているんですが、ファーミネーターねすっごい抜けます、おすすめですとか言いながらね、ちょっとね高くてボスコンクインチェンには買っていませんが、またね、使ってみたいなと思います。ということでね、もしね今日の動画いいねと思った方はね、いいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。今日はねもうエンディング、もうねパパトーク疲れているので、エンディングのパパトークはしませんが、いいねコメントチャンネル登録、またね明日も楽しみにしていてください。いつも動画を見てくださりありがとうございます。じゃあね、残り BGM とよかったらどうぞ。